君たちはね、頭で本当にやってくれるね。これはどうなるか。ぶっちゃけて言うとだよ、このセントラルパークの近所にもチェックポイントはいくつもあるんだよ。あんの？あるよ。まあ、よ君たちよりによって、まあ、あと球場まで戻るかな。これまた戻る。これでもそのこの辺にまだチェックポイントがいっぱいあるってことは、次また球場に行ってからまた花田ってことか、トヨトに戻ってくる。あるよ、そらもちろん。また花田通るわけで。なんでもっと君たち効率よくできないかな。何、君たち何、不器用なの？人生不器用なの？不器用ですから。さあ、というわけで。まあ、多分この撮影の中で言ってないと思う。彼あの夜勤明け、あんま寝てないんだよ。ご飯食べて、涼しくなって、睡眠不足、うん。これどう思う？そのね。まあこういう時はね、緊急のまあ常備薬がある。常備薬が。ドーピング剤いただきましたね、最初に。ちょっとぬくもってるけど、こんなのいただきました。はい、ミンミンダハーと。皆さんおなじみミンミンダハーということで。カフェイン2杯分、カフェインがコーヒー2杯分。2杯分。コーヒー2杯飲めっちゃうなんですけど。それなら。はい、じゃあハルキ君いただくよ。美味しく。いってらっしゃい。いってらっしゃい。むせなよ。ここでか。あ、臭い。めっちゃ臭い。何この嫌になるほどコーヒーローストした匂い。悲惨だね。これで眠たくなくなるんだね。バッチリやね。もうこれはもうお墨付きですよ。何の。僕はちょっと今気が立ってるから端々まで突っ込んでいくよ。何のお墨付き。何の言われたね。え、いつお披露にしてくれるの。ほうほう、そういうことを言うか。なるほどね、そうきますか。いやもういいよ。昼飯でも何でも食わしてやろうじゃないか。もうさっきのカレーはなかったことも言うよ。いいよ、食わしてやるよ。レトルトでハヤシライスとか食わしてやるよ。人生の中でまあ朝昼晩ご飯食べるわけですよ、普通の人は。まあ一日3食も食べるわけだ。まあ一緒の中の1回の食事ぐらい。まあだからでもまあまあしゃあないなと。そうです。あ、分かった分かった。君たちはこう言いたいわけだ。事故だと。そう言いたいわけだな。ね、分かったよ。まあね、いるに構えだと思うんだけど。なかったことにしようと。仕組まれたわけやから ね当たり屋に当たられたのが違うんですよね。まあ、この事故は昨日から決まってたわけだけど。わかったわかった。あ、俺が悪かった。何よりも完食した君たちは偉いと思ったよ。じゃがりこでも食わねえとやってらんねえ。いや、探れてる。だってもう春樹くんもう画面映ってるって言ってるのにも首からタオルだもん。気を抜くにも程がある。ほら切れ始めたよ。知らんし。さあ、相変わらず後ろの2人はバカみたいにスナック菓子バク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 食っとるわけだけど、姫路バイパスですよ。今日何回目だよこれ。3回目か。乗るの。え、姫路バイパス3回目だなこれ。3回目かな。3回、4回目ぐらい。ムカつく男だ。人が必死こいて、なんだ深入りローストみたいなドリンク飲まされて、無理やり頭覚醒させて運転してんの。君はなんだよ。美味しいかい。まあでもしゃあないんじゃないですかね。なんかこうやって今日一日ね、なんかこう花田と手柄何往復できるかとか考えた山根くん。そんなツアー考えてねえよ。よりによって往復でだよ。もうまとめてさ、球場の後に市民プールとか出してくれりゃよ。ボーナスだったんだよ。ねえ。まだね。本当に。で、岩部とセントラルパークが近かったわけですよ。なんだよ。なのに、なぜかね。花田を挟み、手柄まで行き。
効率悪くなるとは思わなかったね俺は。この幸の中ね。この3人の幸薄い顔ね。いやいや俺はまだマシだって。だって最初に出したのマクドナルドだよ、イメージの花だ。次俺が行くか。ていうか姫路城から初めて最初が近いとかってさ、イメージでもからやったらどこでも近いし、なんだどこだやろ。そんなん関係ねえし。そんなもん姫路城からだって夢先もありゃ家島だってあるんだよ、安富だってあるんだよ。どこで君がマクドナルド花だって出したら俺はすごいと思わんのか。そんな俺らに言うねん。知らんし、そんな知らんし。かつくなこいつ。じゃあ早くシンプル行ってくれや。おーやったよ。じゃあ水木村市シンプル行こうか。泳ぎたいのか。泳ぎたいんなら泳ぎたいって言えよ。なんか泳ぎたいな、次川言われたね。今この画面のこの下のところに選択肢が出てるぞ。A 泳ぎたいという、 B 泳ぎたくないという、 C そんなことより早く車走らせろ。C で、 C かよ。ファイナルアンサーで。ああ分かったよ、泳ぎたくないならいいよ。いや別にさ、暑くてさ、この以上やってロケなんかやってられるかってことになればさ、ね、市民プールで遊んでさ、5時まで時間で潰してもよかったんだよ。まあ今ね、なんやったら100均で水着とか持ってるとかなんかね。100均の水着履いて君、市民プール入るのか。ぶっちゃけトランクスでもいいの。次は僕が引こうかね、じゃあ。じゃあ次はじゃあ山根くんのサーチの多さを。いやね、こういうね、パチンコはあんま切るけれども、こういうくじは任せとけと。さっき散々ね、おお言うたよ、言うたさ、ね、まあまあメインでね、画面に映ってるのは僕ら2人ですけど、まあ3人目の、3人目の今日のイベントなんで、はい、まあ、3人自体1人かけてもね、成り立たないこのロケね。っていうかさ、これは2人だったら多分黙りこくっちまうよ。これある種山根君にも責任を。よかった、まあ、なんかもう本当にある種もう罰ゲームから解かなくても大丈夫、罰ゲームみたいな。まあね、ちょっとまあさすがに、まあちょっと市民プール今回私引かせていただいてるわけですけど、まあさすがに自分で引いただけにあんまりきつく言えない。ちょっとこの辺で山根君に引いてもらってですね、はい、まあ、近ければ近いでいいじゃないですか。これはもうめちゃくちゃ言ってやろうかなと。この辺でね、いや僕はね、そういう意味では期待を裏切ってしまう情けない男だからね、運を手繰り寄せてしまってね、やれだ、ね、市役所だ、もう引けへんよ、ね、もう後には引けへんよ、そんな急だな。まあまあ任せといて、僕はそんな不運じゃないから、そんなね、幸薄そうなね、後部座席の2人にね、そんなとやかく言われるような運じゃないんですよ、僕は。いやこんなところで使うんじゃないんでね。大事な時に使わんと。まあ、ストック切り起こしてますけど。やったー、到着したぜー。イエーイ、はーい、はい、シーブル、これ、にぎわってるぜー。はい、シーブル、手柄山優